様ありがとうございます。ただタンタンさん、ひらくまありがとうございます。お久しぶりです、世界一。じゃあそのままずっと私が世界一可愛いでいられるように頑張ります。ガラワさん、ここます、コリラックマリラックマありがとうございます。外出てないよ。え、だってみんなだってあるでしょ、外出ない日1日ぐらい。マーさんさん、リラックマコリラックマありがとうございます。キルヒョクもありがとうございます。みんなだってあるでしょ。たまにあるでしょ、そんな日ですよ。ツイッターに、何それシマエナガの音、何それ初めて聞いた。そう、パジャマからパジャマに着替える日、そんな日です。今日は幸せだった。もう寝てご飯食べてしばらくして、そうしばらくボーっと溜めてたドラマを見てたんですよ。ご飯食べ終わった後も、あーこのドラマ見てないなと思って、あー見よう見ようと思って見て、そしたらと思って睡眠。バウチさん、ハート100個ありがとうございます。ララポート、おーお、ララポート、あれかな、ガンダム様がいるララポート。カンさん、クマコリラックマリラックマありがとうございます。あ、キロヒオクもありがとうございます。ニューレスの50単感じありがとうございます。そう、ぼーっとして30分前ぐらいまでは寝てた。寝てました。配信が終わったら寝るね。寝る寝る。まあ起きててもあれだし寝ます。昨日は広報だったな、いい、こちらこそ見てくださりありがとう、見に来てくださりありがとうございます。あ、昨日なんかの曲、確かにあのさ48番に座った人の名前があのね、その少し苦い人生相談で当てられるんです。その48番の席に座った人の名前が言われるんですよ、なんとかって。でそのなんとかってするとき、その人にそのめっちゃ照明が当たるのは、だから周りの人ってなる。周りの人もびっくりだよね。なんか一応48番の人は言われるんですよ、名前お呼びされますよみたいなの言われるんだけど、うん、でもその周りの人はさ知らないじゃん、そういうこと。しんじいちゃんさん、風船ありがとうございます。ひろさん、リラックマありがとうございます。オフの日は寝てること、寝ること、まあ最近寝れてないなと思ったら寝る日が多いですね。でもなんかそういう日じゃない時はお出かけ行ったりする。本名かな、どうだろう、あれわかんない、本名なのかな、ニックネームなのか、それはちょっとわかんないけど、いつもそう言われるんです。私たちもそのみんなが席分かるときに分かるの。本日のお名前は〇〇さんですっていう連絡が来るんですよ。ボージャンさん、リラックマありがとうございます。メウスイッチャンさん、リラックマありがとうございます。そう、48番の人にスポットライトが当たるんだけど、でもさ、まあ、その人だけにピンで当てるのは難しいから、周りの人もちょっと当たるみたいな。サツニャンさん、ひろひよこありがとうございます。ただの魚さんごとゆこちゃん完了しました、ありがとうございます。ガチボコ本名。
そう、あれはね、でも良くないですか？だってあの瞬間みんなから見れるよ。メンバーみんながあなたのこと見るよ。恥ずかしいけどね。ちょっと恥ずかしいけどさ、ちょっと嬉しくない？だってあの瞬間みんながみんなのこと見る。そんなことないよ、なかなか。一点集中することってなかなかないじゃないですか。ピョンってくるよ。恥ずかしいけどね、ちょっと。ね、名前呼んでもらったプラスみんなの視線が集まるよ。なかなかね、大じゃん、みんなの視線が来ることなんて。しかもみんなから名前がなんとかって呼べることってなかなかないから、あれはちょっとね、恥ずかしながらも楽しんでいいと思う。恥ずかしながらもちょっと楽しいね、楽しんだら超いいと思うっていう。もう48番になったらね、席が確か48番だよね、あの席って。パパさん完了しました、ありがとうございます。いいじゃない、だってなかなかないよ、楽しまなきゃ。運があるってことですよ、楽しまなきゃ、楽しまなきゃ。パパさん手紙ありがとうございます。ねえ、そう、なかなかないぜ、楽しみ。なんかそれは結構名前の2、3回するんですよ。2サビの前にみんなでなんとかって言ってやるのと、感想で一部の人だけがもうすっごい忙しいの、もうふっふっふっっていつも HEA とかやってる。それと、あの本当に曲のラストで何人かがチャン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 ってやっていくんだけど、そうそうそう、いつも感想でやってる人たちがね、すごい、いつもわーすごいと思って。私はね、その高速でね、 HA なんちゃらかんちゃらってしない人なので、私いつもそうみんなが頑張ってるのを見てるんだけど、そう、それをね毎回ねリハでやってます。前日の夜に来るからリハで毎回確認するんですよ。今日は〇〇さんだから、じゃあこことここが H、 じゃあここが K みたいな。毎回リハでやってるので。だってすごくない？自分の名前がこんなにねリハでやってもらってる、すごいよ。みんなが頑張ってふい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 ってやってるから、楽しんでいいと思います。48番になったらむしろ楽しんでほしいですね。私たちも一生懸命、今日は〇〇さんだからこうしてってやったり、 HA とかいろいろやってるメンバーもいるので、楽しんでほしいです。ゆうまさん、コリラックマありがとうございます。そう、ここ点始まってから必ず確認するとこ、その1ですね。私は今いる人たちが48番になる日を楽しみにしてます。名前聞いておやおやおやって思う日を、もしかしてって思う日を。でもメンバーに名前が覚えてもらったら、お見送りの時呼ばれるかもよ。いい話じゃない？似顔り太郎さん、イラックもこれやか、ありがとうございます。結構あの時さ、スポットライトパーンって当たるから顔もパーンって見えるんですよ。うん、だから結構覚えれる。おう、見送るときに、いや〇〇さんだーって言って、いい話じゃない？だって DMM には映らないでしょ？ね、DMM には映らないじゃないですか。ってことはいいじゃない。
DMM に映るならね、ちょっとおーってなるけど、映らない映らない。本名、本名嫌なの？逆に本名がなんで嫌か聞きたいかも。わかんない、私たちはこんな本名をおっぴらにしてるから嫌じゃないのかな。曲のね、2サビ前と2サビ前に名前が呼ばれてスポットライトがパーンって当たる。こんばんは。フルネームじゃないですよ、下の名前だけ。フルネームじゃないよ、下の名前だけですよ。あーすげー、そうなんか私たちはこんなに本名をバーンってしてるからね、全然恥ずかしくないのか。まあいつかみんなが48番になった時に考えてみてください。あれ本当に嫌だっていう人は断れるんで。はい。断れるらしいんで。まあ、ただ断ると本番前にメンバーが焦ります。本番前に変わったのってなります、みんなが。こんばんは。ココテン当ててくださいね。しばらくねココテンないよね、期間が空くからね。当たりますように。みんながいつかココテンで48番が当たった時になってんじゃん。断ることもできるらしい、私たちも知らなかった。でまだね3月のスケジュール出てないもんね、まだ分からぬというところですよね。でもあと5日で終わ、5日でもう2月フィニッシュ。1077日ありがとうございます。1077ありがとうございます。しんじいちゃんさんバラありがとうございます。パパさんバラありがとうございます。パーチさんリラックもありがとうございます。1077おめでとう、ありがとうございます。ぜひぜひたくさん見に来てください。ゲネの時はね、あかりさんの名前呼んだんだ、みんなで。おめめ、ありがとうございます。その、さっき言ってた、少し苦い人生そう。少し苦い。ダンスの先生が少し苦しいっていうの。なんか少し苦しいだったから。だから俺ってたまに自分でも。こんばんは。おめめん。ゲネの時はみんなであかりさんの名前を。そう。
あかりってやってみんなでハートした、あかりさんに向けてゲネはそうやりました。その下の名前48番の人の名前を呼ぶとき、名前が長い人もいけるのかな、どうだろう、まだ当たったことないですね、そんな名前が長い人。どうでしょう、みんなで頑張るのかな。パパさんハート100個ありがとうございます。大志くん、リラックマ、コリラックマ、黄色いひよこ、ありがとうございます。私のユニット楽しそう、楽しいですよ楽しいよとても楽しいですよ。もうね、初めてその振り入れがあった日はもう困ったんです。あのさ、見たこと、みんな見ました、私のユニットの何度も狙え、あれ人によってあのカノン、その振り、振りの入るタイミングとかしゃがむタイミングとか、立って出すお盆を出すタイミングとかが人によって違うんですよ。あれがもう振り入れの時覚えられなくて、ずっとワンツースリーをずっとやってたんだけど、そう慣れてきたらね、そうもう楽しいでしかない。足がしびれました。福木予算、黄色いひよこ、ありがとうございます。それリハフリーレの時はね、もうずっと分かんなかったの、なんだなんだなんだとか思ってたけど、お盆出すタイミングとかさ、お盆をね、人のその隣の人の頭の上に出すタイミングもあるから、そう一歩間違えると隣の人を殴ってしまう、もしくは自分が殴られてしまう場合があるんですよねそう自分が一つ間違えると、そう自分のカウントが一個ずれることによってもう周りにも影響が出るんですよ。そうそう、だからね、最初は本当にそう難しかったの、ずっともう1,2,3,4,5,6,7,8ってずっと帰っても歌詞歌わなくて、ずっと1,2,3,4で自分のタイミング伺ってたんだけど、そうそう慣れたらね楽しいです。慣れたらもうへっちゃらへっちゃらもう楽しい。慣れるまではちょっとそうドキドキしないといけないんだけど。そうだね、アルゴリズム体操、確かにそうだよね、アルゴリズム体操、一歩でてててててて、ちょっさんハート100個ありがとうございます。楽しいよ。お盆頭に乗っけるのもね、意外と乗っかるようになって、もうと思ってあ、割となんか自由なところが多いというか、そう結構自由、好きにやってどうぞみたいな時間が長いから、そうそうそう、玉明さん55完了ありがとうございます。反復横跳びはそこ自由なんで、日によってすることは変わるかもしれません。最近は生誕祭だったから、そこ座っちゃうの、かわちい人いるんだけど、どうしよう
そこ座るんですか、あなた。そこでまったりするんだ。うん、そう、もうブランケット引いたからカリカリはされないんですよ。そう、カリカリされると大変なので。絶対眠いじゃん。絶対眠い人だ。もうくつろぎになられてますね。あああ可愛いね。ね、だんだんこたつ熱くなったのかな。多分ね、こたつにいすぎて熱くなったんだと思う。かわいいね、かわいいね。眠たい顔してる。さっき私が床で寝てるとき彼はソファーの上で寝てたみたい。ね、ここで寝てたんだって。私も床で寝てたんだけど。寝てらっしゃいますね。おやすみなさいませ。こんばんは。面白いですね。眠たい。のぞのぞ。カリカリされないようにソファーがね、全部ね守られてるの。ニコさんにカリカリされないように。ああカリカリしないよ。だいぶな。くつろいでる。ないっすか。なんじゃない。ね。もう満足した。降りる？降りないな。よ手を拭きますね。降りるんですか、あなた。降りたいんですか、あなた。降りる気はないのですか。
ねえ、お手手ペロペロするよね。よくペロペロしますよ。充電してほしい。すごい、ちょっとどっか見てる。降りるんですか、あなた。降りないんですか。降りるんですか。降りないんですか。どっちなんですか。まあいっか。降りるの、あなたは。はい。はい、久しぶりに一日ほぼ寝るという生活をしました。そのおかげで全然メールが送れませんでした。明日は送ります。すいません、ごめんなさい。もう寝るに寝るという。昨日は新聞配達の人のバイクの音を聞きながら寝た。新聞配達の人がブーンって言ってるバイクの音を聞きながら、ああやばい寝なきゃと思って寝ましたね。はるみさん50巻と終了しました。ありがとうございます。寝るの遅かったから、まあ、寝るの遅いのと同時に寝るの起きるのも遅くなった。そう、寝なきゃと思うし、なんだろう、何かの印っていうかね、の一つ、新聞配達の人のバイクの音が聞こえると、ああ寝なきゃまずいまずいと思う。夢は、今日は夢は見てないかな、多分見てない気がする。うん、新聞配達って3時4時じゃない？3時過ぎから始まる気もする。3時過ぎから始まって4時ぐらいになるとカラスが鳴き始めて、5時ぐらいになるとあの鳩が鳴き出す。うん、ぼーっとしてた。うん、3時過ぎとかにブーンでポストに新聞を入れるガチャンと音が聞こえる。3時過ぎぐらいだ。それを昨日は片耳で見ながら聞きながら寝ました。でもゆっくり寝れたのでハッピーです。うわー、うわあ、こんばんは。こんな時間までお風呂に入ってましたね。のんびりお風呂に入って、そもそもお風呂に入り始める時間が遅かったんだけどね。なんかぼーっとしてました、ずっと。ぼーっとしてたら時間が過ぎてた。あるある。あ、でもこの前夢で爪が割れる夢が見たの。爪、ここ左手の薬指の爪が割れる夢を見たんです。めっちゃ痛かったの。うわ痛い最悪と思って、そう、うわ最悪だと思って、そう、ココ天の初日前に直しに行かなきゃとか思ったんだけど、朝起きた時に、あれ、ココ天の初日前に直しに行かなきゃ、いや初日終わってると思ったら割れてなかった。爪が、爪は無事でした。爪が割れる夢を見ました。最近は怖かった、怖かったというかね、痛いんですよ爪が割れると。本当に本当に本当にびっくりするほど痛いので、そういう夢でよかった。こんばんは。にゃーにゃ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 。そうよ。
よかったと思って、もう初日が終わってる頃にそういう夢を見たんですよ。だからあれなんかおかしいなと思ってあ、爪が割れる夢っていう検索あるね爪が、爪の夢は健康状態へのメッセージや警告の場合もあんまいいことじゃない、疲れてるって爪を怪我する夢だった場合は健康状態がパパさん風船ありがとうございます。大志くんいちごありがとうございます今日寝てよかった、治ったと思う。おかげさまで治ったと思いますそうなんだ、へえ。なんか結構爪の夢ってなんか大したことなさそうに見えて、なんか大したことあるね。いろんな、すごい、すご、爪の夢でもなんか綺麗な爪の夢とか、爪が汚れる夢とか、うん、すごいね。なんかすごい、夢占いってこんな細かいことまだあるんだね、すごー。深爪の夢とかあるよ細か細かめっちゃ細かいじゃん。血色のいい爪の夢とかね、足の爪の夢ってすごい、爪すごい、こんな細かいんだね爪の夢ってこんな細かく分けられてるんだね、すごいね。ね、爪だけでもいろいろある、すごい、知らなかった。茶畑流星群さん、リラックマありがとうございます。寝てと足爪違うみたい、なんか足の爪の夢って書いてあった。すごい、なんか夢占いってこんな細かいことまで言うんですね。月に2回スマホがバグる夢見る占ってみるのもありじゃないですか。一本だけ切り忘れた夢はないですね。爪の夢を見たのは初めてですね、多分覚えてる限りでは。こんばんは。まあ占いなんでまあといっても占いなんで、そんなに楽しむ程度で。こんばんは、こんばんは。でもね、そう、夢占いして、あ、確かにそうだったなって思い当たる節がある場合もあるからね。そういう時はわあ夢ってすごいと思うわあすごい、夢ってすごいなと思いますよ、思い当たる節がある時。でもね、あれだよね、なんか夢占えるほど覚えてないことの方が多い。何見たか覚えてないっけ、そういう時悲しいせっかく見たのにな、何にも覚えてないなって
占い系じゃなくて、私ああいうのは好きだよ。心理テストみたいなのは好き。心理テスト、なんか最近でも今も流行ってるかな、あのさ、あるじゃんあるじゃんなんだっけ、なんかみんなはやったことある？なんかね、これ調べるの結構時間がかかるんだけど、あれですよ、なんかメンバーの間でも流行ったの、 MBTI 診断。あ、そうそう、16の、そうそうそう、みんなはやったことありますか？でもなんかこれ、そう、診断するのにちょっと割と時間が、質問のね、内容が、質問の個数が多いんですよ。もうめっちゃたくさん質問されるから、途中でめんどくさくなる人はめんどくさくなると思う。なんかそう、質問されることにすごくそう思う、全くそう思わないみたいな5段階そうで自分で答えていく。そう、長いから多分そう、嫌になる人は嫌になっちゃう。楽しい人は楽しいと思うし、なんか割とその診断は割となんか、あ、自分ってそうだなって、そう、当てはまる当てはまるっていう人がね多いらしいですよ。だからまあ、めんどくさくないならないならやってみるのも楽しいかも。そういうのは私好き。でもこの診断はちょっと途中でめんどくさくなった途中でうん、なんだか長いなと思いながらあとちょっとなんか質問が難しいんですよ。うん、これ何のこと聞いてるんだろうと思うの。うん。これは何を聞いてるんだろうと思う質問もあったり、まあ、まあ純粋に質問の個数が多いから、途中でうん、めんどくさいなと思う。けどやってみるのも楽しいと思います。割と合ってる自分の性格ってそんな感じだっていう人多いし、それするとなんか、相性がいい人とか、なんか自分の長所短所とかすごい詳しく教えてくれるから、もうやってみるのも楽しい気がする。そうやったら、そう、私もやってるから相性分かるどうする時間はかかりますよ。まあ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 、でもまあまあまあ、そんな30分はかからん、10分ぐらいかな。ねえ、そう、悪かったらへこむから、みんなが教えてくれて、相性が良かったら、相性が良かったらというか、まあ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 大丈夫かなと思ったら言うよキソバさん、ピンクのリス、ありがとうございます。なお教えてくださりありがとうございます、ね、ちょっとまず最初にみんなが教えてよろしく。 MBTI 診断、 MBTI 診断です。明日も夜に配信をしますので、お時間の方よかったら見に来てください。それではそろそろランキングを見たいと、診断したことある人教えてみて頑張れー、そう、長いからみんな頑張れー。あと、そう、質問の意味がちょっと難しいから、私はってなった途中で、頑張れーでも意外と当てはまる結果が、自分ってそうだと思うことが意外と多いと思うから楽しいと思うでは13位ニシプーさん、ありがとうございます。12位ガロアさん、ありがとうございます。11位ボーちゃんさん、ありがとうございます。10位シンジーちゃんさん、ありがとうございます。9位イーイさん、ありがとうございます。8位バウチさん、ありがとうございます。7位タちゃん、ありがとうございます。6位ハルミさん、ありがとうございます。5位タダタンタンさん、ありがとうございます。4位ヒロウさん、ありがとうございます。3位ゴーちゃん、ありがとうございます。2位タイシ君、ありがとうございます。
1位パパさん、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。